2020年デュエルリンクス流行語大賞。どうもプレゼンテーターのリュウです。さあ本日なんですが、毎年恒例となっております、デュエルリンクスの流行語を発表していく企画でございまして、本日はですねツイッターにて皆さんから募集した流行語ノミネート候補15個発表して、さらに投票期間設けましたので、投票していただいた、中からトップ3発表して、流行語大賞を決めていきたいなというふうに思っております。早速ですねリンクス流行語ノミネート候補発表していきましょう。まずはこちら、知らないリンクス、ランク戦やイベントが知らないデッキで埋め尽くされてしまう現象のことです。特に対人戦イベントなんかでは顕著でございまして、ランク戦と何ら変わらない環境でイベントをしなければならないという現象から、多くのユーザーが不満を爆発させました。もうね変わんないんですよ、イベントを、対人戦イベントをやってても ただのジェムがちょっとだけ落ちやすいランク戦なんですよ。知らないしかいないみたいな、ドラゴニティしかいないみたいな感じなので、これのね、あの環境が変わんなさ、これについては、まあ、全ユーザーが、まあ、怒りを覚えたと言っても過言ではないでしょう。オルタナ、バーミリオンオルタナ、こちらはスキルでオルタナティブというスキルを採用するとブルーアイズがオルタナティブホワイトドラゴンに変身できるんですが、オルタナで1体相手のモンスターを破壊し、そして太古の白石を召喚し、シンクロ召喚してスピットドラゴンを出し、そして墓地の太古の効果でオルタナティブを回収し、もう1回オルタナを出してもう1体破壊するっていう、マジで犯罪みたいなムーブをされた時の言葉です。補填しろ、規制をしまくる運営なのに1ミリも規制されたカードに対する補填をしないことにユーザーがブチ切れまして、リンクス引退民が続出した事件のことです。ひたすらですね環境カード、環境デッキを規制化するんですが、全く補填がないわけですね。デュエルリンクスは課金して入手した UR カードでさえも関係なく容赦なくリミットにぶち込むということで、リンクスにはまあ天井がない代わりに、ガチャに天井がない代わりに、あのカード生成機能なんかありませんから意味がなくなるんですよ。今までめちゃくちゃ課金してゲットしたカードが明日から使えなくなりますって言われたら、皆さんはどう思いますか？そうですよね、ブチ切れますよね。そういうことです。効果ダメージ一律半減、2020年9月、突如として実施されたバーンカードの一律半減問題。私これ最初は個人的にはすごく軽く考えていたんですが、実はですねこの一律半減問題には大きな大きな問題を抱えていました。この突如として実施されたあまりにも頭が悪すぎる、バーンカード一律半減という制限によって、なんとですね、例えば火炙りの刑と雷鳴、全く同じテキストになりました。そして昼夜の大火事とファイヤーボール、ファイヤーボールの方が強くなりました。なんと元々は昼夜のお菓子800番でしたが、ファイヤーボールは、500番なんですけれども、リンクスにおいては昼夜のお菓子は400番、ファイヤーボールは500番ということで、昼夜のお菓子はお菓子ではなくボヤ騒ぎになってしまったといったところ、そしてデスメテオ、デスメテオが完全にファイヤーボールの回顧感になってしまったということですね。これにリンクス民が大激怒した事件となっております。ベイル召喚獣、バーニングラックラベールというぶっ壊れモンスターを実装してしまいまして、また召喚獣デッキが罪を重ねてしまった事件のことです。とりあえずですね全デッキバーニングラックラベールを入れとけっていう、まあ、そういう環境になりまして、ライフを守りつつスキルを発動できるということがどんだけやばいかということを運営は全く分かっておりませんでした。ベール実装をより程なくしまして、ベール外役というデッキが登場し、大会で結果を残し続けます。その勝ち筋のほとんどがなんと相手のデッキ切れマッチであったことから、ベールへのヘイトが爆発してしまった事件のことです。挨拶セナート、こちらは局所してから、セナートを召喚するということでサレンダーを要求するという犯罪ムーブのことです。一部のユーザーからは、局所的ハリケーンは挨拶と言われていまして、挨拶してからセナート召喚して相手が諦めてサレンダーすると、ここまでが遊戯王デュエルリンクスです。どうやら理解者だ、そうだこれがデュエルリンクスだ。全てを終わらせる手札、カラクリンクスの爆発的流行によってリスタートが修正された際の規制分です。いろんな規制分、この全てを終わらせる手札という文言が、使い回しされてまして、運営の語彙力のなさも指摘されておりました。甚大なリスク、
犯罪者ムーンライトクリムゾンフォックスがリミット入りした際の規制文です。攻撃表示はプレミと言われたあの環境、まだまだ続きますよ。多目的ウィッチクラフト、アンジャッシュ渡部さんの多目的トイレでの不倫問題とウィッチクラフトの犯罪的強さを関連させて皮肉を込めてウィッチクラフトデッキはこう呼ばれておりました。属性が強い、プルガトリオ大先生およびコキュートス大先生を出せる火属性または水属性のカードが、どんなにそのカードが弱くても属性が強いから強いと言われたこのデュエルリンクスの環境のことです。大体ですね、炎か水であれば救いようがあるということから、召喚獣およびアレイスターの実装がどれだけ早かったかお分かりいただけるでしょうか。 KC カップチーターだらけ。2020年11月の KC カップにおいてチーターが蔓延し、結果集計が大幅に遅れた事件のことです。チート行為が YouTube での公開され物議を醸しました。チートに対するコナミの今後の対応は未だ詳細が発表されておりません。このままではユーザーのモチベーションは維持できないし、 KC カップの存続も難しいでしょう。ボットで50億デュエル達成、フリー対戦にボットが蔓延し、対人戦としての機能を全く発揮できておらず、クソゲーの巣窟となっている様のことです。フリー対戦では日夜ボット同士の熱いデュエルが繰り広げられておりまして、これによってなんとボット、要するに CPU vs CPU の対戦で50億デュエルを突破したとゲーム内ではお知らせがなされました。神ゲーすぎます。なおボットに対する今後の対応につきましても、コナミから何ら発表されてはおりません。さあ、というわけでここからはベスト3発表していきたいと思います。流行語大賞第3位、プルガトリオ大先生。プルガトリオ大先生とは何か、召喚師アレイスターおよび炎属性モンスターで、融合召喚できるプルガトリオのことを我々が皮肉を込めて呼んでいる俗称のことです。4000ライフで出していいモンスターではございませんでした。史上最強のモンスターと言ってもいいでしょう。コナミさん、これから新しいモンスターを出す際はぜひ慎重に検討をお願いいたします。さあ、続きまして第2位の発表です。先行陣ナビ、あまりにも理不尽な先行制圧のことです。コズミックサイクロン、もしくは禁じられた清掃を持たざる者に未来はありません。なすすべなく理不尽に負けてしまう様から、遊戯王はじゃんけん、こちらを体現していることと言っていいでしょう。先行でロット召喚、魔導陣発動、ナビゲートサーチしてナビゲートセット、インガーセザンセット、ターン終了と、あれをやられて誰が勝てるんでしょうか。どうやら理解したんだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。さあ、いよいよ流行語大賞の発表でございます。2020年デュエルリンクス流行語大賞はこちら。コキュートス抜けるんですか。おめでとうございます。新パックのカードたちを真っ向から否定する言葉となっております。なお、コキュートスは2020年12月の15日をもってやっとの思いで我々の思いが募り、禁止カードとなりました。新しいパックで実装されるカードたちが軒並みコキュートスを突破することができず、新しいパックを剥く人に必ずかけられた辛い辛い言葉、それコキュートス抜けるんですかというあまりにも心ない一言、こちらが2020年の流行語大賞となりました。個人的には2020年を象徴する言葉と言っても過言ではないですね。安心してください皆さん、もうコキュートスはデュエルリンクスにはいません。禁止になりましたから、ぜひコキュートスに煮え湯を飲まされた皆さんも今すぐにデュエルリンクス復帰してください。コキュートスもなんならホムラガミも今あんまりいませんよ。2021年の流行語大賞は明るい話題であることを期待します。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。